錬金術は万象の真理に触れる見業。君と僕が研究する生命の課題においてスケッチはとても重要なんだ。アルベド先生は興味のあるものだと驚くほど絵が上手になりますよね。立ち上がれ。宇宙と地層に挟まれし命の灰を、何時に生の光を。スクロース、どうかな。ああ、さすがアルベド先生。次のスケッチはビショップにしよう。この辺りにいるやつの甲羅がお気に入りなんだ。模様とか艶とかね。けど甲羅以外はかなり平凡。細部まで描く必要はないだろう。よし、できた。宇宙土地、待ってください先生。アルベド先生、やはりあれは存在してはいけないものかと思います。禁忌の領域です。ん、そうかい。先生はいつもそうです。興味あるものには驚くほど熱心なのに、そうでないものにはすごく冷たい。ですが今回は興味をなくすのが早すぎます。スケッチ1枚完成させる時間にも満たないじゃないですか。